気がつくとまだ一度も勝っていないこのジョン・テンタに対して北の向き出しでね、うん、他のパートナー同士が気を使ってしまったような展開になりましたからね。今や会場でもお客さんの歓声を、嬉しいですね、受けるようなより振る力強く振った。そして足大の字ボンドリ打って倒れたジョン・テンタを定めてエルバーテクニックを持っています。特にこの北尾に関しては一歩だ出ましたね。一歩だラップ打ってる感じに見えますよね。何かこの辺り考えがあるんでしょうか。バックドロップからまたまた片指に行きます。火花のようなファイティングがスパークしませんが、ラリアット投げ倒した、まあ、これが真骨頂と言っていいでしょう。力技カウントが入ります。カウント3。そうですね、なんかねテッタに企画が感じられなかったですよね。そうですね、下尾にしてみればこれは勝ったとは言えない試合というような、何か振り落ちない表情もありました。セミファイナル